医療創生大学は福島県いわき市中央第2の5の5の1に本部を置く日本の私立大学である。1987年に設置された大学の略称は ISU。学生募集を停止した組織図書館はキャンパス内にあり、同大学関係者に限らず一般利用者にも広く公開されている。2007年学習センターの完成に 平洋幅にリニューアルされた。館の建物は地上3階、地下1階建てで、隣接する学習センターと1階2階3階の各フロアとも床続きで一体化している。閲覧席は図書館と学習センターと合わせて400席を超える。図書館、学習センターともに、館内は無線 LAN の環境が整っており、備え付けのデスクトップ PC のほか、1階カウンターで、 貸し出しをしているノート PC でもネットワークを使用できる。開花には各学科の専門書を中心として約7万冊の資料が配下されており、その他書庫の中に約16万冊の資料が所蔵されている。また、学習センターは学生のラーニングコモンズとしての機能を持ち、1階はカフェを併設したくつろぎのスペースとして、2階はグループデスクやマイデスク。 学習サポーターがいるカウンターなど、3階は、サイレントフロアとして、利用ニーズごとに空間が分けられている。郵便番号277-0803千葉県、柏市小青大地から3から4、いわき医療創生大にコンビニセルフショップ学生ら早速、利用。47ニュース、2019年10月9日閲覧。学校法人岩木明城大学と、 学校法人葵海学園の合併について、2019年10月9日閲覧、医療創生大学国際看護学部、kn.isu.ac.jp、2020年8月3日閲覧、アクセス医療創生大学柏キャンパス、国際看護学部、kn.isu.ac.jp、2020年9月12日閲覧、ありがとうございます。